SG はアメリカ合衆国のギブソン社が1961年のニューモデルとして発表したエレクトリックギター。名称の SG はソリッドギター、ソリッドギターの九、e、1959年後半、それまでレスポールモデルの名でラインナップされていたシリーズのうち、廉価版のジュニア、スペシャル、TV など、百六十一年にはレスポールシリーズ全体が フルモデルチェンジとなり、現在一般的に SG と呼ばれるスタイルに置き換えられた。さらなる小型化、薄型化と軽量化、抱えやすさと引きやすさ、そしてコスト削減を狙ってボディはマホガニーの一枚板となり、ネック全体がボディから飛び出したダブルカットウェイのより未来的なデザインとなった。ボディ両面のエッジ部分には斜めに削られる加工が施された。 スタンダード及びカスタムには ES-355 などで採用されていたスイングアウェイプルサイドウェイトレモロが装備された。当初は新型レスポールとして発売された。このモデルはレスポール氏のジョゲニや思考に基づかないギブソン独自のデザインであった。レスはこれを心よく思わず1963年頃に氏との契約は終了する。以後このシリーズは SG と総称されるようになった。ボディとネックのジョイント方式は60年代後半まで試行錯誤が続けられ、複数の仕様が存在している。また、ボディエッジの落とし方、ネックグリップの幅や厚さなども年代によって差異がある。1966年半ばからは、ピックガードが大型化され、ピックアップはストラトキャスターのように、ピックガードから吊り下げられる。 より簡易に製造できる仕様になった。当初はレスポールとして発売されたギターであり、レスポールメリー・フォードのレコードジャケットには、レスポールが SG を抱えた写真も存在する。しかし、レスポール本人はこのギターを自身のシグネーチャーモデルとしては認めなかった。1962ギブソン・エレクトリック・スパニッシュ・ギターズ。 ソリッドボディモデルズギブソン SG スタンダード2006従来のレスポールモデルから設計を全面的に刷新した1961年によりレスポールカスタム、レスポールスタンダード、レスポールジュニア、SGTB、SG スペシャルというラインナップが用意された。スペシャル、ジュニア、スタンダードは同じボディが使われた。メロディーメーカー、EB も SG スタイルに移行した。 レスポールモデルリーシューが販売される1960年代末期からは、モデルも増え、材や形状も大きく変わり独自の展開が図られたが、コスト削減が行き過ぎたこの時期のモデルは断命に終わる。しかしながら、その後も様々なスペシャルモデルが作られ、SG というギター自体は発売以来一度も生産終了していない。以下に1970年代以降作られた。 その他の SG のモデルを挙げる。アンガス・ヤング・ドニー・アイオミ、SG ・スペシャル・リーシュー・ボス。2011年12月27日閲覧。SG ・カスタム・ウィズ・マエストロ・ボス。2011年12月27日閲覧。レスポールモデル同様、当初は非常に退職しやすい線量が使われていたが、後に変更される。この構造により、 ビブラートユニットなしのモデルはスタッドに異常なテンションがかかり、ネック側に傾いている個体も多い。SG ジュニア 60S。2012年4月23日閲覧。SG スペシャルリーシューボス。2011年12月27日閲覧。ギブソンから衝撃的な SG 登場。2012年4月20日閲覧。 h t t p w w w ドット elclap ten fact ドッ com guitars a フールギターサイケギブソン Sg html ハット h t t p コロンスラッシュスラッシュニュースドット b b c c o u k スラッシュ二スラッシュハイスラッシュエンターテインメントスラッシュ四一零四七七七七ドット s t m ハット h t t p w w w 二ギブソンド com プロダクツ、エレクトリックギターズ、SG、ギブソン USA、デレクトラックスシグネチャー、SG、アスプックスハット、http コロンスラッシュスラッシュ、w w w t h e w h o n e t スラッシュ w h o t e b s スラッシュ sg.htm ハットスポーツ放置。岡本霊をギブソンが認めた。オリジナルギター制作。 2008年3月9日閲覧。ありがとうございます。